アンドレイ・キリレンコ、アンドレイ・キリレンコ、アンドレイ・キリレンコことアンドレイ・ゲンナディ・キリレンコ、1981年2月18日イは、ロシアの元プロバスケットボール選手。スパルタク・サンクト・ペテルブルクでプロデビューし、NBA ではユタジャズなどで活躍した。ソビエート連邦、ロシア・ジェフスク出身。身長二百六センチメートル、百三キログラム、ニックネームの AK-47 および背番号47は共に出身地のイジェフスクで製造されている自動小銃 AK-47 にちなんでいる。ポジションはスモールフォワード、パワーフォワード。1997年16歳でロシアバスケットボールスーパーリーグのスパルタク、サンクトペテルブルクにてプロデビュー。その翌年、 名門チェスカ・モスクワに移籍し2001年までプレー。1999年の NBA ドラフトでユタジャズから1巡目24位の指名を受けるが、当時所属していたチェスカ・モスクワとの契約が残っていたため NBA 入りを果たしたのは2001年のことである。最初の2シーズン、ジャズの中心は NBA 最高のコンビと言われるジョン・ストックトンとカール・マローンだったため、 キリレンコは、これといって目立つ存在ではなかった。2003年オフ、マローの遺跡とストックトンの引退に伴いジャズは、チームの再建を図る。2003から04シーズンに入るとキリレンコは、スターターの座を確保し、ジャズの中心選手として活躍。23歳の若さで、オールスター初出場も果たした。この年はいずれもチーム1位となる1試合平均16.2得点。 8.2リバウンド、1.92スティール、2.76ブロック、リーグ3位、出場時間37.1分を記録。開幕前には、マローンとストックトンが抜け何一つ残っていないと思われたジャズが、プレイ不進出を果たす大きな原動力となった。2004から05シーズン、オフに大型契約を結び歩き満々で、リーグ戦に臨んだキリレンコであったが、 シーズン途中で故障に見舞われ、82試合中41試合の欠場を余儀なくされ、チームもプレーフ進出を逃してしまう。しかし欠場は多かったものの1試合平均3.32ブロックをマークし、スモールフォワードとしては異例となるブロックショットのタイトル獲得を成し遂げた。迎えた二千五から零六シーズン、ジャズはドラフト三位でデロン・ウィリアムスを獲得し、 二年ぶりのプレーオフ進出を狙ったが、キリレンコはまたも13試合で欠場してしまう。ジャズは82試合のうち、キリレンコが先発出場した63試合では36勝27敗と勝ち越したが、それ以外では5勝14敗、欠場した試合では3勝10敗と苦戦を強いられた。結局チームはまたしてもプレーオフ進出を逃してしまう。しかし、 キリレンコ個人の内容は悪くなく、マルチなプレーで活躍を見せた。度重なる故障に見舞われながらも単身で、ストックトンマルオン時代以降のジャズを支えてきたキリレンコだが、2006から07シーズンに入ると、ウィリアムス・カルロス・ブーザーのコンビ対等し、キリレンコは望むような役割を得られなかった。チームは51勝31敗の好成績で4、シーズンぶりのプレーオフに進出し、 プレーオフでは、カンファレンスファイナルまで勝ち進んだ、快進撃をしたチームの一方で、キリレンコ自身は8.3得点に4.7リバウンドと過去最低の成績に終わった。自身の扱いに不満を持ったキリレンコは、トレード要求し、チームとの関係は悪化したが、夏のユーロバスケットではロシアを優勝に導き、18得点8.6リバウンドの大会成績を残したキリレンコは、 大会 MVP に選ばれて改めてその実力を示し、ジャズの一員として2007から08シーズンを迎えた。2011年、フルスの PBC チェスカモスクワに復帰。2012年7月27日、ミネソタティンバーウルブズと契約を結んだ。2013年7月12日、ブルックリン・ネッツと2年契約を結んだ。2014年12月11日、 フィラデルフィアセブンティシクサーズに移籍したが、チーム合流を拒否し、出場停止処分を受けた後、バイアウトで解雇された。2015年2月23日、自身3度目となるチェスカ・モスクワと契約。6月2日に、バスケットボール界からの引退するという噂が、駆け巡ったが、キリレンコ本人は否定。その後、結局23日に正式に引退を表明した。 2016年3月28日、ユタジャズは本拠地ビビントスマートホームアリーナでのロサンゼルスレーカーズ戦でキリレンコの功績を称える記念式を開催。ジャズの一員として引退式が取り行われた。体の線は非常に細いが長い腕と高い身体能力に恵まれており反射神経や動察力も素晴らしい。得点、リバウンド、アシスト、ブロック、 スティールの使用5部門すべてで同時に結果残せる、類いまれな万能プレイヤーである。特に注目すべき点はブロック。上記の通り、2004から05シーズンには、スモールフォワードにもかかわらず、ブロック王に輝いている。怪我がちな面があり、2004年以降は、欠場が目立っている。以下は、彼の恐るべき万能ぶりが示された事例である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。